これはバカミダニバカミバカミこれは違うんだよ。お、何でしょうじゃあ。これは、ダニエルディフェンスの DDM4PDW PDW、 はい、そうです。まあ簡単に言うとあの M4 の、うん、ホームディフェンス用の銃だよ。ああなるほどね、ホームディフェンス、ホームディフェンスそう、いやこれちゃんとコンセプトがあって、うん、ほら自分がもしアメリカに住んだらホームディフェンスするんだったらどういう銃を組むかっていうところでコンセプトで組んだ銃です。これちょっと3つの S3S で作ってまして、シンプル、サイレンス、スモールの3種類で作っております。どうぞ皆様、素晴らしい感じですね。まああんまり外装もゴテゴテせずに、なんか必要最低限のもので、でなおかつ300ブラックアウトに、サプレッサーつけてすごい静かに撃てるよって。でこれ外して、うん、でこれを縮めると、うん、もうすごいちっちゃいんですよこれ。だから女性でも撃てるっていう。あ、本当だ、めちゃくちゃちっちゃい。わ、すごいちっちゃいですねこれ。やば、向こうでこれコンシールドキャリーできるように、うん、あの法律上組んでるはずなので、リュックに入れて持ち歩くことができるんですよこれ。これを300を、はい、できちゃうんですよ向こうは。行かれてるな。これはやばいな、かっこいいね。そうです、素晴らしい。しかもダニエルディフェンスの PDW はちゃんと PDW ってなってるんですね。そうですね、はい、これはあの、うん、EMG っていうメーカーの、もうこれ、はい、もう皆さんの大好きな EMG ですね。そう、僕なんかコンセプトで、うん、なんかその完コピ商品みたいなの出ましたよっていう感じで、うん、まあ EMG ってあれっぽいよね、あのウマレックスみたいなさ、要はちゃんと大元のダニエルディフェンスから許可取ってるから、そうなんですよ、仲介役でこのマーク入れてくれるんだったらこのマーク使っていいよっていうのだよね。そうなんですよね、だからこれ正規ライセンスがついてるダニエルディフェンス、正規ライセンス付きの銃っていう。すげーなー、正規ライセンスで好きよな。しかも落ち着いてる EMG のマークだね。そうですね、なんか、うん、元々なんかついてるダニエルディフェンスについてるの似たようなマークなんで、うん、なんかあんまり違和感なくつけるかなっていう。その民間仕様っていうところにフォーカスを当ててるんで、うん、まあ、あのライトとかもあえてシュガーファイアとかじゃなくて、うん、お手頃なオーライト、オークリじゃない、オークリライト出してない、オーライトだったりとか、あとはこのホロさん、結構安めのオープンドットホロロイさんですね。ホロロイさんとホロロイさん、何ホロロイさん、ホロロイさん、わかる人はわかる。わかんない、やばい、ごめんなさい、ちょっと勉強し直してきますよ。勉強しないでいいよ。勉強しなくていいですよ。暇な時見るぐらい。だからここですね、一番そうこれ自慢したいの、はい、ストックじゃなくて、うん、これピストルブレースっていうアームブレスみたいな。そう、アームブレスです、ね、でももう ATF に怒られるやつ。そうそう、でも今はあの大丈夫です、登録さえすれば。あ、そうなんだ。大丈夫っていう風になったんで、特に税金もなく、うん、あのただ登録するだけだけど、まあみんななんか情報抜き取られるの嫌だよねっていうので、うん、なんかあんまみんな渋ってるだけだ。あ、そうなんだ。っていうことに落ち着いたらしいです、僕の最後に調べた情報によると。っていう感じなので、あの本当はアメリカでは短い銃ってすごい持つのがめんどくさいんですけど、このピストルブレスをつけることによって、あらまか不思議、あのこれはハンドガンですよ、ハンドガンですよってわけあるかいって感じなんですけど、これハンドガンとして登録ができるんで、だからコンシールドキャリー、リュックに入れたり隠し持つこともできるし、これをつけることによって、ね、そう、つけることによってできる、これがないとダメだからね。そうで、これはあのマキシムディフェンスってやつ。あ、そう、ここはまた面白いんですよ、マキシムなんですよね。そう、これ確かその DDM4 が出た時に、そのダニエルディフェンスが発表した時にこれがついてたんですよ。あ、そうなんですか。その一体になってるんですけど、まあ、これなかなかなくて、最初くっついてなかったんで、うん、あのどこも在庫ないし、なんで出てきたタイミングでつけようと思ったら、この根元が全然違うオリジナルのピッチ系になってて、うん、あの切り直してもらってやっとつけれたっていう。なるほどね、素晴らしい。これもちゃんとね、あ、開くね、このね、腕にちゃんとつけて外してからつけるけど、まあ、そんな打ち方してる人は見たことがない。まあ、もし自分がアメリカに行って、なんかあのお家に強盗が入ってきた時に何で戦うかなっていうコンセプトで、まあ、こういう風に作って撃退する、撃退するしたらいいなっていう。素晴らしい。っていう、普段オカマやってるとは思えないぐらいの。あ、オカマって言うな。オカマやめろ。オカマって言うんじゃないよ。私は女だ。小学3年生と主婦演じて飯食ってんだよ。ど、うんうん、中の人とは思えないぐらいこだわりがすごいですね。そう、確かに。なんか小学生向けのチャンネルをやってると思えないぐらい。やってるのにこんなに銃ゴテゴテのやばい人。銃好きなんですよ、昔から。かっこいいからね。そうなんですよね。はい。先生、
話が難しくて生徒が寝てます。話がマニアックすぎて。先生すいません。素晴らしい。どうだったタク。素晴らしい。拍手したらいきなり起きてたら。これはもう先生だと、もうこれはもう100点ですね。お素晴らしい。先生は感激しております。生徒は寝てます。生徒は寝てます。でも先生は分かる、もう気持ちが分かるので、ね、この今動画を見てる人がどんぐらいついていけるかっていうと本当に怪しいところでございますけど、ちょっとでもこう組んじゃったからにはもう説明しないといけないんで、すいません本当に。いや素晴らしい、いいこだわりでした。こだわりがすごいですね。はい、ということでですね、今日はニューポテトパーティーさんの陽介さんにコラボでね、紹介してもらったんですけど、はい、どうでした30周。いやもうこれ実際やるって聞いてから、うん、何喋ろうかな。なんかあれ紹介してこれ紹介していやーみたいなずっと考えてたんで、いやちょっとなんかじゃあんまり説明したいことが多すぎてちょっと整理ついてないですけど。ああいやわかる、はい。それぐらいの思いでね一丁一丁作ってるから、やっぱりねそのこだわりがすごい感じられる。そのつけてるものに対しても、あごめんね先生めっちゃ言っちゃうんだけど、あいやどうぞ。やっぱつけてるものにこの場所につけるっていうので意味があるような組み方をしてるから、すごいやっぱね自由好きだなっていう感じを感じました。ありがとうございます。秋先生に褒めていただいて素晴らしい、恐縮でございます。先生はまだここの境地にはいけないんですけど。やっと2000年代入った。やっと、やっと4面レールが許可されました。あ許可される。最近 MCX としてヘルメット作ったりしてますから、うん、あれ怒られました。あ怒られたんですね。キャラブルーレってコメントに書いてある。20分ぐらいで喋ろうって話したら20分ぐらい経ってますね。あすいません。ちょっといっぱいチョキチョキして適当にカットしてください。そのまま使おう。いやそのまま使う。長編で使おう。気分的には10分ぐらい。そうですね。ちょっとまだいろいろ紹介したいところがいっぱいあるんですけど、うん、したね、あんま長くなりすぎるとしたらね、ブラザーバックされちゃうので、ね、うん、ね、後ろの人みたいな、寝ちゃうの、皆さん。いや、もうついてこれる人だけでいいよ、これはね。俺、ついてこい。いや、もう、チャンネル登録者数70万人の陽介さんに、ついてこれる人は、ついてこい。なんかもう勝手に切ったけどね。ということで、ゆうポテトパーティーの陽介さんでした。ありがとうございました。シュー、嬉しかったです、この動画です。はい、ありがとうございました。いや、ありがとうございました。ということで、じゃあ